ナトロナ軍はアメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は69,799人で、軍庁所在地はキャスパーである。ナトロナ軍は全域がキャスパーメトロポリタン統計地域となっており、軍南部のアルコバにはワイオミング州の人口重心がある。ナトロナ軍は1800年代後半にキャスパーに最初の移民が移り、 その後1888年に組織された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積13,923平方キロメートルである。このうち13,830平方キロメートルが陸地で、93平方キロメートルが水面である。総面積の0.67%が水面となっている。ナトロナ軍の政治は、 キャスパー市議会とナトロナ軍委員会が行っている。現在の軍委員、ナトロナ軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は66,533人、26,819世帯、及び17,754家族が暮らしている。人口密度は5、平方キロメートルで2、 平方キロメートルの平均的な密度に29,882件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.15%、アフリカン・アメリカン0.76%、先住民に1.03%、アジア系0.42%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.92%、及び 本決1.68%で人口の4.90%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち24.6%がドイツ系、11.6%がイングランド系、11.3%がアメリカ系、11.2%がアイルランド系移民の子孫である。26,819世帯のうち、 32.20%は18歳未満の子供と暮らしており、51.40%は夫婦で生活している。10.60%は未婚の女性が接待種であり、33.80%は家族以外の住人と同居している。27.50%は独身の居住者が住んでおり、9.40%は65歳以上で独居である。 一世帯あたりの平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.95人である。軍内の住民は26.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.10% 10、25歳以上44歳以下が27.90%、45歳以上64歳以下が23.30%、 および65歳以上が12.70%に、わたり、中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は97.70に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.00にいる。この群の世帯ごとの平均的な収入は36,619米ドルであり、家族ごとでは45,575米ドルである。 男性の33,524ベイドルに対して、女性は21,374ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は18,913ベイドルである。人口の11.80%及び、家族の8.70%は貧困線以下である。 18歳未満の16.20%及び65歳以上の7.20%は貧困線以下の生活を送っている。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州、ナトルナ郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年9月19日閲覧。2000年国勢調査時の各州の人口重心。2008年9月19日閲覧。 キャスパー氏の歴史。北東ワイオミングへようこそ。2008年9月19日閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年9月19日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。 ありがとうございます。